またデュエマのね、購入品の紹介なんですけど、どこに需要があるのかわからないんですが、まあね、最近なんだか初期系のカード旧枠のレアがお手頃価格になっちゃってて、やっぱ買ってますね。で今回4件分ですね。で到着連絡はしないといけないので、まあ封筒から破ってる、入ってるのは確認してるんですけど、中身まで確認してないんですよね。どれがどれだかちょっとよくわかんなくなっちゃってるんですけど、なんだろう、買いすぎかなとりあえず紹介してまいります。はい、開けやすい分からいこうか。なんだろうね、なんだか最近初期系が安いっていうか、去年に比べると安くなってるんですよね。おボルメテウスホワイトドラゴン初期っすね。これも最近集まってきたな。一時期ちょっと手が出す、あめっちゃ擦れてんじゃん、コストマークのところ。あーしまったな、これ多分すごく安かったんだよね。1000円くらいだったかな。あーこの擦れを気づかなかったですね。なるほど。ただまあ傷ありでも1000円程度ではなかなかなかったんですよね。もうちょっと近づけようかよ、これぐらいかな。はいですね。でこれはなんだ、やっぱ出品者さんによってね、こう丁寧に梱包してくださってるんでありがたいですけど、取り出しにくいんですよね。よっ、あこれもやっぱり旧枠レアケースよね。っていうか最近それしか買ってないんですが、そういうそういうのしか。伊賀の幻半蔵、これも高かったよね一時期。まあ忍者ストライク自体が最近たくさんカード出てるんで需要が減ったのかな。これが4枚セットか。おザガーン、かっこいいね。第1弾のスーパーレアですね。まあ、ネタにねよくされてるんですけど、うんかっこいいよね。はい、あのつまらん、やつを戦場に出したら一方的に勝つに決まっている、覇王ブラックモナーク。お、ボルザードドラゴン、これね第2弾のカードか。東のボルシャックが目覚めるとき西のボルザードが方向するね。ボルザードドラゴン、ライバル的な存在ですけど、全然ね値段はライバルじゃないっていう。でブレードラッシュワイバーン、これ綺麗だね。ホイール部分にがこれなんていうんだかな、ホイール部分の面積が大きいのでスレが目立ちやすいんですけど、割とスレてない。でアクアスナイパー、あちゃうわこれ、間違って買っちゃってる。エキスパンションマーク見ていただくと分かると思うんですけど、ベストチャレンジャー版ですね。これはイラスト一緒だけど光り方が違うんですよね。ピカピカ、なんていうかギザギザのレアの光り方なんですよね。第1弾と間違って買っちゃってるね。はい、エターナルソード、これかっこいいよね。今でも使えるかな、強いカードですね。おシャーマントーテム、これ無限回収中ですね。もう少しリフィルが埋まりそうなんで4枚セットで安かったのかな。これはちょっと2枚目はスレがあるな。はい、まあこれはイラスト、素晴らしいイラストですよね。かっこいい。はい、でこれも開けた、あとこれか、これはよく買う方、よく購入させていただいている方なんですけど、よいしょ、アドラス、おかっこいいよな。で後期ペトロープはのアルトアートになってる分ですね。これが3枚か。ほほ、まあどっちがいいかな、初版とどっちがいいかな。こっちの方が分かりやすいですけどね、イラストがここにこう女性的な何かがいるんですけど、まああのメガデルソルは対ドラゴンの兵器ですからね、光文明の。はい、とウルフェイス初版かな、これが。
スインパクトカードにもなりましたね。あれ、密かにっていうかデッキ採用してて割と使えるんですよね。はい。とライトニング5スター覚醒しちゃいますよっていう。はい。そう、無限イングマル、これもかっこいいよね。イラストアドの極地ですね、これ。まあ、ちょっと世界観がね、同じカードゲームなのに、ボールメテスホワイトドラゴンとこう、イラストの世界観全然違いますけどね。かっこいいよね。はい。クリムゾンゲンジダブルクロス。これ系もちょっと安くなってますよね。あ、シリス。あ、初版だ。状態どうだろう。まずまずかな。11コスのブロッカーですからね。あ、裏が汚い。なんだかあれですよね。デュエマーのカードって、裏面が擦れてるカードが多いよなと。ミルザもかっこいいよね。使えないですけどね。はい。と、ギルダグラス。ボルシャック・ロスネックス。これも初版。あ、サイロッカー。あ、いや、初版か。2009年が初版だよね、確か。もかっこいいよね。はい。インビンシブルフォートレス。あー、これもだ。間違って買っちゃってる。いや、これでいいのか。2008。あ、違うや。再録だ。インビンシブル系でも、インビンシブルフォートレスは再録が多いんですよね。なんで間違っちゃってますね。で、こちらはアルトアートになってる分です。デッキか何かの分だっけな、忘れちゃったけど。全然イメージが違うというね。っていう感じでした。安くなってるとはいえ、どうだろう、ボルメテスホワイトドラゴン、ここのスレに気づかないというね。はい。っていう感じでしたが、かなり集まってきたね。一応、バインダーでね、保管してるんですよね。リフィルに入れて。なので、いつかね、そういったこう、ファイルも紹介できたらなと思います。今日は以上ですけど、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では以上です。ありがとうございました。